なるお。はい、なるおでございます。今日は今マゴチがいっぱい釣れてる鳥羽さんの鳴瀬ヶ浜の河口に来てまいりました。はい、ということでね、前回ここでバラしてハウル3本ね、はい、失ってる、はい、思い出深き場所でございますよ。ということで今日はもうハウルしか持ってきてません。今日もねハウルのみでここで勝負したいと思いますね。前回は3本殴してます。今回はロスト0を目指してね、はい、マゴチ、ヒラメ、まあシーバス、はいね、ちょっと狙っていきたいと思います。しかもね、昨日ここでシーバスのでかいの釣れてるんですよ。釣りガールのね、女の子がね、俺のインスタの DM にね、ナルオさん、ヒラメじゃねえや、シーバス釣りましたってね、DM 汚してね、はい、あんなもん店だったら来るしかないでしょう。ということでね、ね、自分とのおそろのベストですよ。しかもね、来ましたよここに、まあ、釣れることをね祈っております。ということでちょっと午後から風吹くということでね、ちょっと風気になりますけども、頑張って一本釣りたいと思います。それではオープニングいきましょう。あゆれり、さあ行くぞ。早速来ましたね。前回やった場所ですね。はい、ということで来たらたまたまね、サロンメンバーの三浦さんが、はい、来ておりました。はい、まあ、後ほど多分映ると思うんで、はい、まあ、早速ねちょっとやってみましょう。はい、まずはねハウルのこの黄色から行きましょう。はい、ということでちょっと風がこういう感じですね。潮が小潮で今もう少し下げ止まりといったところでしょうか。はい、とりあえずこっちの 27g、この辺からやっていきましょう。前回ピンクでね、ヒットしたんですけど、今日はねちょっと定点カメラも用意してるんですよ。あそこにね、はい、これ定点カメラ用意してるんで、このリモコンでね、ヒットする瞬間にこれもうあれなんですよ、もうスイッチ押せば録画なるんで、はい、今日はもうね、ここにもカメラがあるんで、ほら、今日は GoPro 3台体制でございます。はい、それだけ私ガチでございます。ということでね、はい、やっていきましょう。なんかピンクのがもう良かったんだけどね、前回ピンクでね、ヒットしてるんですけど、ちょっと三浦さんが黄色がいいかもしれないですよ、ということで、はい。今ね、鳴瀬川の格好で一番釣っている男ですから、はい。ね、前回の借りも返すということでね、はい、その件に俺のハウルあれなんじゃないか、沈んでんじゃないのか、まあとりあえず、あーやべ、レグストだべ、1本目だぞ、マジかサメ出たサメ、ね、あーもう笑ってるよ、きょうあっちでうかつく、マジか、もう1投目でこれなくす、ちょっとふざけんじゃねえぞ、マジか、だからここ嫌だったんだよ、なんでここ選んだ俺、いやーもうマジか、1投目はないよね、あーもう一体もうリーダーは生き出てくれ、おー
あー行った、もうこれリーダー行ったでしょこれ絶対、このプッツンは。はい、リーダーから来ました。はい、もうリーダー結び直してきましたということで、今回ね、はい、もうハウト3インチこのピンクにしますということで、早速投げていきましょう。もう風吹いてきて、もうサーフだとこれ真向かいですね、こっちに吹いてくるんで、まあ、ちょっと横殴りのね風なんで、はい、とりあえずちょっとあれですね、ちょっと根がかりに気をつけなくては。いや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 、しかしこれねえ、もうどこら辺が手前なのかな、ちょっと濁ってて見えねえもんな。昨日ねここでシバス釣りましたっつってな、ねえ、釣りガールの女の子、ねえ、あんな大きいシバス初めてですなんて DM を送ってこればね、ちょっとワンチャン俺もシバスってなるじゃん。俺も最高記録57センチですからね、シーバスは。はい、もうちょっとね、もう手前はもう早めに解消することにします。もうダメ、もう本当に。もうだって俺今日の目標だってあれですよ、ロストゼロですよ。ロストゼロっつっておきながら1投目でロストですからね、もう全くもってもう無意味ですよ、もう本当に。もうとんでもない目標立てたものだなと思いまして、はい、いや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 、どうだろうな、リフト&フォールでもやってみるか。前回はね、オーバーゼアードね、ストラリックのタックルですけど、今回はね、G クラニツインパーというこのニュータックルですから、そのニュータックルの違いをね見せてやろうと思いますよ。はい、今日はねちゃんとタモも持ってきてますしね、はい、慌てることなく、はいね、見事にマンゴチを釣りたいと思いますよ。でも今日だったらこれぶっこ抜けそうな感じもするけどね、うん、一応タモは持ってきたけどさ、うん、はい、ハード3インチヒラメゴールド、これでいきましょう。これでダメならちょっと青に書いてやろう、うん、とりあえずねちょっと3インチで攻めましょう、うん、さあということで、ここで失ったハウルはでかいよ。さあこのカラーチェンジしたことによって反応が変わってくれればいいけどね、何色がヒットカラーだかなちょっとね、まだつかめないから、とりあえず当たりがあればねそれでいくんだけど、ちょっとズル引きズル引きでねやってみましょう。どっちまで行ってる？やっぱズル引きだから海藻引っ張ってくるね。ちょっとあれかな、レンジをちょっとキープしながらやってみるか。ちょっとお供が浮かせて、さあハルセガワじゃなくてアブクマ行けばよかったかな。人多いんだよアブクマって、ハイシーズンのアブクマ行きたいと思わねえもんな俺ね、えごちゃごちゃってさ、2メーター間隔でなんか釣りしたくねえもんな。お、また違うだ。お、待ってね、違うこれ。違うかよ。なんだこれ。なんだこれ。ちょっと待って。録音ボタン押した。なんだなんだこれ。分かんないかな、なんだこれ、重い、なんだこれ、引かないぞこれ、なにこれ、ゴミ、え、なんだなんだ言って、なんだなんだこれ、なんだあいつ
って。うわ、でっか！なにこれ！カニダブルだ！すげえ、ワタリガニ、この、もずあれか、もずくがいか。やば、でっか！こりゃないんだよ、これ。またカニかよ、これ。はい。ということで、こんなサイズが釣れました。イエイ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 、カニです。はぁ、はい、まさかね、あんなバカでけえカニだと思いませんでした。はい、とりあえずとりあえず超過的には引き分けという結果になりますね。はい、ということで、重いから、もしやと思ったんですよ。火がないからゴミかなと思ったんですよ。まだ生命体でやっただけまだいいのかなと。はい。いやー、でもでかかったな。あんなバカでけえカニ初めてさ、これ。できれば、あれですね。モズクガニじゃなくて、ワタリガニの方がいいかったんですけど。いやー、でもまあ、いや、重かったな。でけえカニだと思わなかった。しかもあのカニもう一匹なんか子供抱いたんですよね。ダブルで来ましたよ、だって。違うか。ああ、違うか。今一緒にグルッと行ったけど、まさかカニとかって言わないでよ、俺もう。カニ釣りに来てんじゃねえんだからさ。はい。カラーチェンジしました。今度ブルーでいきます。はい、27g ですね。はい、3インチ。今タイドグラフ見たらまだ潮止まりちょっと前なんですね。4時50何分くらいが潮止まりっぽいんで、今4時20分くらいなんですよ。はい、今リモートで話題の三浦さんです。そこでヒラメバラしたって。はい、ということで今テッパーバイブレッドヘッド、はい、釣れたらヒットって呼んでくださいね。走ってきますから。はい、ちょっと真ん中あたりの方に来てみましたね。はい、まあここでやりましょう。まあここもね、結構もう手前ネットがあるんでね、これに引っ掛けちゃうとちょっとね厄介なんで、まあ気をつけたいところ。それではちょっとやってみましょう。こっちの方まだちょっと風気にならないかもしれないですね。ルアーの方変えました。はい、今度このライムグリーンですね。はい、これ 14g です。ちょっと軽くしてみました。これでちょっとどうなるのか、はい、やってみたいというところ。とりあえずちょっとねポイントをね若干ずらしました。さっきそこの辺にいたんですけど、これをねちょっとこっちの方にちょっと、はい、一段低いところに降りてきました。はい、そう、マジか、またやった。ちょっと待ってよ、そこに引っかかるがよ普通、ヒュッてさ。いや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 、ハウルがなくなりました。はい、もう2つ目ですよ、もう。はい、とりあえず 14g のものを、はい、赤にしました。いや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 、ほんとに勘弁してくれる感じなんだけどさ、話直してみて、後ろに引っかかってよ、それで引っ張っていってって言って、ボンミスですよ、もうここでもう話直してた。だから俺こう嫌いなんだよ、ほんとによ。じゃあなんで来たんだって話ですけどね。あ、とりあえず、お、すげえ、隣の人釣ってる。お、すげえすげえ。お、すげえ。隣の人来た。これちょっと結んでる間に、スナック結んでる間に、ちょっと来て釣りましたよ、隣の人。やべえ。いやー、これもう何も取れなくねえぞよ。何も取れなくないっていうか、カニのヒットとかもあるけど、まあ、
この間の、前回の動画よりは撮れ高悪いな。俺自身が納得できるような動画じゃないよこれは。今日はもうガチで孫で釣りに来てんだから。俺が定点カメラ出せるってことはよっぽどですからね。これ本当にマジで孫ち忘れてるんだよキャロ。あれ、え、食われてな。何今プルプルって言ったんだよ。尻尾かじられてる。これふう、これガチガチにやられてるな。マジか。ハウルが無残な姿になった。ロストするより立ち割り、まあ、これのゴムはあるんで家に帰れば。まあとりあえず魚が食われたということで赤系か。ちょっとピンクに変えてみようか。はい、ちょっと赤でね、ちょっとワームが食われたんで、はい、ちょっとピンクブロー、はい、ちょっと 21g これでいきましょう。3インチですね。さあ行きましょう。うわー、まずなんかピクピクピクってちっちゃいやつが来たんだけど、まさかあれで食われると思わなかったな。まあフグが出てくるってことは結構厄介ですよ。でもまあ魚の鮮明、来たか来たか、きっと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 、なんだ違うかこれ、バレたかや。今一瞬当たり合わせたんだけどな。あ、なんか乗ってると思うんだけどな。なにこれ、ふざけんなよこれ。はい、当たりを取りましたよね。なんですかこれ、フグですよフグね。ハウルをかじった犯人はこれでしたよ。はい、とりあえず逃がしましょう。回収したんですけど、結構ボコボコにかじられてるな、これほら。え、こんなにかじられてんの、もうかわいそうなってきたぞ、ハウルが。ちょっとマジでこんなボコボコなの、ちょっと。はい、ハウル交換してバッテリーも交換しました。とりあえずね、はい、ホットゴールドのグラブ 27g、 ちょっとこれでいきましょうということで、まあちょっとこれでやってみてどうなるかな。ん、うわっ、マジか、対岸やっちまった。俺マジか、マジか、対岸やっちまった。マジか、嘘だべ、俺だってキャストしすぎだ。対岸だ、対岸。マジか、マジか、ふざけんなよ。はあ、これで俺リーダー行ったら俺は悪いけど、俺は帰る。リーダー行ったら俺は帰る。ああ、マジか。ふざけやがって。切れたら俺は帰るからな。俺切れたら帰るからな。え？ちょっと何これ。ちょっとマジで言ってんの？ドラグガチガチに締めなきゃいけない、ひょっとしても。もうマジか。あー、これ絶対切れる、絶対切れる。あー、切れない。なんでこう切れない。あー、いった。あー、これ絶対いったでしょ、もう絶対いったでしょ、絶対いったでしょ、もう。これリーダーいったで。リーダーも怒ってたら褒めてやるわ、俺。本当にさ、絶対リーダー行ったよ、これ。絶対行った、リーダー行ったら俺帰るぞ。リーダー行ったら帰るぞ。お？リーダーも怒ってた。ってけど、ハウル、なくなりました。はい、ハウルのオレンジゴールド入れ食いからですね、あのコラボ堤防でロストして買い戻した、はい、オレンジゴールドでございます。もう最後これ、これでダメだったら俺帰る、マジで帰る。もう暗くもなってきてるし、もう俺の腕には入るかこれ、本当にもう。ということでやりましょう。さあ、ということでね、
オレンジ、最後オレンジだ。黄色と赤の中間色、オレンジですよ。はい、ねえ、黄色っぽくも見えるし、赤っぽくも見えるし、うん、オレンジです、オレンジ、うん、まあねえ、結構福島の方ではこのカラーで結構ヒラメがね釣れてたらしいんですよね。うん、ていうか虫、俺の腕に虫が、本当によ、なんなの、ハエしか来ねえんだけど、マジで。もう来ないよ、何も来ないよ。もう暗くなってきてるよ、もう虫、本当にいい感じするって感じなんだけど、これダメだな、これもうダメだ、もう反応ない、もう終了だ、終了。おー、もうクソどうなのよ、もう本当に。はい、ということで、もうなんか風で髪がもうおかしいことになってますよ。ということで、あの頑張りましたけど、本日の結果、カニとフグ、はい、で被害がね、ロスト2つに、食いちぎられが1つにね、ガチガチに噛まれたのが1つ、はい、ということで、しばらくここには来ん、俺は来ない、やっぱり俺ここは嫌いだということでね、人の超過に左右されず、自分が行きたいと思ったところに行くのがいいでしょうということで、うん、僕はここはやっぱり合わない、帰ります。はい、なるほどでございます。5月27日、はい、現在1時14分でございます。真夜中の1時です。はい、5月26日から、作業を始め3時間かかりました。はい、そしたら日付変わってましたということでね、今回はね、ちょっと23日月曜日から27日ん23日から26日までの、超過ね、集まってますので、それでそちらの方を今回はねご紹介していこうと思います。はい、それでね、今回はマモチだけで、15名の方からの紹介いただいております。はい、決してテンションが低いわけでございません。夜中の1時で鬼嫁様がただいまご就寝中でございます。大きい声出して喋るとブチ切れられるので、あの声を抑えて喋っております。なので決してテンションが低いとかそういうことではございませんので、勘違いなされないようにだけお願いいたします。はい、ということでね、ちょっと人数も多いんで、あのサクサクとちょっと今日はね、あのご紹介していきます。はい、ということでね、まずサロンメンバーの方から、はい、ご紹介していきましょう。はい、サロンメンバー1人目はこちら。はい、オンラインサロンメンバー小室さん。はい、連れた場所が宮城県某漁港ということで、サイズの方が 53.5 センチですね。はい、ヒットルアーが返事もこちら、カラーは桜黒ですね。はい、ということで、さすがマゴチツラスダラ、もう本当にもう数釣り、多分誰が一番つってんのかな。石川さんもこの間ね、一気に6万あげましたけど、まあ、小室さんも負けてないですよね。はい、まあさすが小室さんといったところでしょうか。おめでとうございます。ということでね、小室さんね、今回もこの1匹だけじゃないんですよ。ちょっと2枚目のね、はい、ちょっと超過ご紹介しましょう。はい、ということで、19センチ、42センチ、44センチということで、こちらもヘンチマンの桜黒と、あと1本は、ガンガンサーフフラッターで釣ったのかな？はい、ちょっと何センチのやつがガンガンサーフで釣ったのか、ちょっと、ね、うん、確認ちょっとするのに時間かかるんであれですけど、まあ、ここではちょっと割愛させていただきますけど、とりあえずヘンチマンメインでね、今回釣られてますということで、はい、さすがでございますね。ということで、ちょっとね、今日人数がかなりね、18人もね、ちょっと紹介しなきゃいけないんで、ちょっとサクサクいきます。はい、申し訳ないです。はい、それではね、お二人目見ていきましょう。はい、オンラインサロンメンバー、三浦さん。マゴチのサイズが48センチ。こちらもね、毎度おなじみも、成瀬川の加工でございますよ。
はい、それでねハウル3インチで、はい、釣りましたということで、自分がナルシナの加工行った次の日ですね、多分これ釣果、はい、さすがですよね、うん、よくあそこで釣れるぞと。俺はもうしばらく行かなくていいです。はい、ルアーの墓場でしかない、うん、はい、ということで皆さんおめでとうございますということで、さらに、三浦さん今日爆風だったんですよ、夕方。この爆風の中わずか20分の釣行時間で1匹釣りましたと来ました。よくあの風の中やったなど、まあ、人のことも言えないですけど、まあ、とりあえずね釣果届いてるんでご覧ください。はい、マゴチ42センチ、こちらも鳴瀬川の河口ハウル3インチということでね、あの爆風の中20分で釣りました。はい、大したもんですよ、あの風の中ね。俺らはサークルでやりましたけども、ほぼほぼ釣りにならなかったっす。はい、あの三浦さんがね20分で帰るくらいだからよっぽどですよ多分。はい、よくやったなと、まあ、褒めてやりたいですわ。はい、ということで次々行きましょう。それではこちら、はい、サロンメンバーゆうちゃまんさんですね。はい、釣られた場所が仙南サーフで、ヒットルアーがフラットジャッキーのジグヘッド 21g でマゴチのサイズが40センチということでね。はい、ついにゆうちゃまんさんが、はい、来ました。春ひらめねちょっとエントリーにならなかったんでね、マゴチはねちょっと期待してますんでよろしくお願いしますということで、おめでとうございます。はい、ということでね、まあ、ゆうちゃまさんも、まあ、このサイズで終わらないと思いますんでね、まあ、ちょっと週末がね、天気ちょっとね、かなり微妙なんでね、うん、まあ、週末できるかどうかって感じですけどね、うん、ということで、続いていきましょう。続いてはこちら。はい、我らが漫字界、のんのさんです。はい、言わずと知れた、ひらめ王ですよ。ね、第1回ヒラメ王決定戦で、ね、見事70センチの座布団釣ってヒラメ王になったのんのんさん、今回ね、はい、48センチ 47.5 センチと、はい、釣果の方をいただきました。ヒットルアーが救急ヘッドで阿武隈川の格好ですね。はい、ということで、まあ、のんのんさん結構数は釣ってるんですよね、うん、ただあまりにも多く動かされてもあれなんで、まあ、今回こういう形で、まあ、2本ねちょっといただきましたけども、数はもうのんのさん結構釣ってますね。はい、まあ、今回はね、まあ数釣りも入ってないんで、まあ、持ちで数釣れたら大変なんでもう、はい、ということでさすがのんのさんです、おめでとうございます。はい、ということでね、ちょっと人が多いんで本当にサクサク今日はちょっと紹介していきましょう、じゃないと本当にもうとんでもない時間になりそうなんで、はい、ではちょっとね紹介していきますよ次々に。はい、それではこちら。はい、もう一人の漫字界2代目ダニエル課金王コンさんですね。はい、ということでこちらも阿武隈川の河口でダニエルです。もうコンさんはダニエルしか使いませんということで、マゴチのサイズが54センチですね。はい、ようやく漫字界が、はい、連れ出しました。コンさんおめでとうございます。はい、ということでね、阿武隈もかなりも釣れ始まってるようなんでね、うん、一人で15本とか16本本当に釣る人いるみたいなんで、うん、俺もね本当は今日行ってみようかなと思ったんですけど、今日雨降り予報で今はすでにもう爆風吹いてる状態なんですよね。ちょっとやれなさそうなんで、うん、本当は編集早めにして寝て、それから朝まずみ行こうかなと思ったんですけど、とてもじゃないけど今もう1時半なんですよ。もう無理ですよ、もう寝なきゃいけないんで今日は釣り行けなさそうです今日は。はい、ということでね、はい、次々やっていきましょう。とりあえずサロンメンバーは今回サロンメンバー漫字会の、まあ、釣果はまあ未曽という形になりますかね。まあ、それで続いて一般のね、公式 LINE の会員様からね、いただきました、まあ、紹介の方をご紹介していきましょう。はい、それではまずお一人目。はい、エントリーナンバー10番、村上様。はい、こちら、頂上決戦というね、イベントを去年の7月に県北総府でやったんですけれども、まあ、その時の優勝者でございます。はい、もう優勝候補と言ってもいいでしょう。ね、前回多分65センチだったかな、マンゴンつってね、大きさ勝負のイベントだったんですけど、そこで見事ね、マンゴンつって優勝してます。
はい、ということで今回はね、ノビル海岸の方で、オフベイトで釣れました58センチということで、おめでとうございます。よかったら、あの頂上決戦のね、あの動画ありますので見てやってください。過去2回ナルオ杯とね、頂上決戦ってね、まあ視聴者巻き込んでるのね、あのリアル大会イベントや、ね、あの過去に開催してるんで、はい、まあ、今年も9月に第2回ナルオ杯に開催予定でございますから、はい、ということでね、久しぶりにね、村上さんと連絡を取りましたけども、ぜひあのマンゴー釣ってください。頂上決戦と、今回のユータ杯ね、ぜひね、あの二冠していただけたらなとは、はい、思っております。はい、それではね、次々いきましょう。それではエントリーナンバー11番、はい、こちら直樹様ですね。はい、マンゴチのサイズが53センチで、釣れた場所が大曲がりサーフ、ヒットルアーが飛びすぎダニエルということで、はい、おめでとうございます。やっぱり結構北の方の釣果多いっすね。先ほどの村上さんもね、伸びるですし、今回大曲がりっていうことで、やっぱり県北方面は結構釣果あれなのかなと思うんですけども、ただね、あの満時会のメンバー結構阿武隈までの釣果ね、上がってきてるんで、まあ、南でも北でも全体的に釣り始まったのかなというふうに思うんですけども、仙台サーフがあんまり効きません、はい、結構仙南サーフもね、結構マンゴチが釣り始まったって聞くんですけど、仙台サーフがいまいちなんか釣果来ないですね。はい、それではね、もう一人いきましょう。エントリーナンバー12番、武田様。はい、こちらは、いや、今度は仙南サーフですね。はい、スピンビーム 42g だということで、これスピンビーム多分タングステンですね。スピンビーム TG で、はい、釣られました。サイズの方が47センチということでね、おめでとうございます。はい、どっちかなんだろうね。武田様がね、仙南サーフです。それ以外やっぱ結構北に行ってる人、まあ、やっぱ北と南で分かれるからな。ただどちらも遠浅ですよね。まあ、県北まで、県南まで行くとちょっとやっぱ深くなっていくんですけど、まあ、ちょっとね、人数も多いんでサクサク行きましょう。はい、それではね、もう一人行きましょう。はい、エントリーナンバー13番、スター様。はい、全大会でもね、エントリーいただきました。はい、ということで今回マンゴチ51センチを釣られたということで、ついに仙台サーフから来ましたね。プラグで、釣ったってことで、ヒットルアー効いてないんですよね。でもちょっとね、別の写真を見ると、プラグ多分釣れなくなったんですよね。これなんだ、これぶっ飛び君かなんかかな、ちょっとよくわかんないんですよね。一応なんかルアーで、プラグで釣ってるっていうのは、なってるんですけど、ちょっとルアーも効くの忘れちゃったんで、一応プラグっていうふうにしてます。はい、ということでね、まあ仙台サーフでこのサイズ釣れたらいいわな。ちょっとね、仙台サーフに通ってる人間、マゴチがなかなか釣れないってもう嘆いてますんで、はい、まあ、そんな中釣られるのは本当に素晴らしいところも思います。本当におめでとうございます。はい、ほんとちょっと人数が多いんでね、もっとサクサクちょっと、はい、やっていきましょう。それではちょっと次は、じゃあレディース部門の方ですね。はい、ちょっとご紹介していきましょう。それではね、はい、レディース部門、はい、ご紹介していきましょう。レディース部門お一人目はこちら。はい、オンラインサロンメンバー千秋さん、やっとエントリーしてきました。はい、やっぱりお曲がりサーフ、やっぱ県北多いですね。はい、ということでね、ダニエルで釣りましたということで、42センチ45センチということでね、順位は入れ替わりませんでしたけども、はい、まずはね、エントリーいただきました。はい、千秋さん、おめでとうございますね。ぜひね、50オーバーつってね、はい、首位争いにね、参加していただけたらなというふうに、はい、思っております。はい、それではね、リリース部門、お二人目、はい、ご紹介していきましょう。はい、こちら、はい、我らが漫字会のんのんさんの奥様、はい、のんのん夫人でございます。まあ、阿武隈川の河口でヒットルアー、なんだっけ、多分ダニエルだと思うんだよね。ちょっと違かったらごめんなさい。ちょっといろんな人のね、釣果ってもうぐっちゃまぜになっててね。はい。
口頭で聞いただけだったんでね、ヒットルはね、ちょっと、うん、まあ、いつもノノさんダニエルスかが、奥さんダニエルスかするのかな、うん、多分ワームかな、ちょっと、この間ね、スライダーワーム頼まれて、スライダーワーム、うん、俺お使いしてきたんですけど、スライダーワームやってたかな、ちょっと、もしこれ違かったらすいません、ノノさん。はい。ということでね、サイズの方がね、はい、52センチということで、はい、ここで首位にね、女性部門、首位入れ替わりました。のんのん富士、おめでとうございます。はい、ということでね、村皆様から、このノン夫人になりました、首位がね。はい、ついに女の戦いが始まりました。はい、ということでね、女性部門、まだまだ続きます。女のね、熱き戦いが繰り広げられます。はい、続いてはこちら。はい、我らが愛さんですよ、妄想天使愛さん。はい、こちらも一緒に行ってますからね、アブクマの格好。はい、ダニエルです。はい、53センチ、ね、52センチの時に53センチで1センチ刻みの戦いが始まりましたもん。はい、ということで愛さん首位おめでとうございます。ね、ということで、のんのふにわずか1分くらいの首位だったんですけど、はい、大丈夫です。はい、ね、アイさんもすぐに、はい、落ちます、どうぞ。はい、ということで、ね、エントリーナンバー9番、はい、泉様58センチです。今もうぶっちぎりましたね、もうね。はい、ということで、アイさんわずか1分くらいの首位でした。はい、ということで、はい、泉様千能サブで釣られたということで、はい、こちらね、メタルガレージで、はい、釣りましたということで、今度ね、あぶくま、この千南で来ましたよね。ね、剣北来たらね、この千南、あぶくまってね、北と南ですね、中間の仙台サーフが、スター様だけという、なんなんすか、この方よりちょっと。ね、はい、ということでね、一気にね、女性部門もね、58センチまでサイズが上がってきました。はい。女の熱き戦いが繰り広げられましたね。はい、ということでね、泉様首位おめでとうございます。はい、ね、残り開催期間越されないように頑張ってください。はい、ということでね、雨ふれふれ風ふけふけと、はい、悪天候が続けば釣りに行けませんからね、そうすれば首位、はい、取れると思います。はい、ということで、はい、次行きましょう。続いてはね、じゃあジュニア部門がね、今回エントリーになりました。はい、それではね、まず、はい、ジュニア部門行きましょう。はい、ね、千秋さんがエントリーすれば当然この子が来ますね。はい、小之助くんね、小学生アングラーから今年はもう中学生アングラーになってますからね。はい、お母さんが大曲がりで釣ったらね、もちろん大曲がり作ですよね。もちろん俺もダニエルですよね。はい、まずね、50センチ釣りましたとね、夜に行って釣ったわけですよね。次の日また行きました。ドン、52センチね、ダニエルで、はい、もうジュニア部門彼しかエントリーしてませんね。はい、52センチジュニア部門、これで52センチ首位ですよ、おめでとうございますね。これだけじゃないんですよね、もう小学生写りたがりだから全部写真撮ってきました。一気に行きます、どうぞ。はい、もう一気に来てますね。はい、40.2 センチ、44.3 センチ、39.5 センチ、30.6 センチ、46センチ。はい、おまけでヒラメも釣ってるよっていうことですね。はい、こういう形で、もう、はい、もうすごいですね。もう天才少年アングラーと呼ぶにふさわしいあれですよ。私なんかね、1日で5匹なんかフラットフィッシュ釣ったことございません。すいません。もう1時半回ってて、もう眠くて、もう少しでもう起きて25時間になるところなんです。あと1時間で24時間になるんですよ、私起きて。ね、もう頭が働かないんですよ、もう。しかもね、小さい声で喋んなきゃいけないから大変なんですよ、だからもう。ね、どうぞ枯れてきてよ、もう。本当にナチュラルハイだよ、これもう。ということでね、まあ、今回もう、このスケット何本全部で、8丁、ヒラメも合わせるとだから、8丁かか、すごいですね。はい。さすが天才少年アングラーです。はい、ということでね。演習まで行って釣ってくるくらいですから、私と同じくらい頭のネジ外れた少年ですよ。ね、はい、ということで、今回サクサクとね、紹介してまいりました。はい、で、ここからはね、はい、
マンモチじゃなくて間違ってマンモチを狙ったはずなのにヒラメを釣ってしまったというね、ちょっと愚か者たちを紹介していきたいと思います。はい、ということで、はい、マンモチだっつのにヒラメ釣ったっつって送ってこそ質問です。はい、まずお一人目、はい、どうぞ。はい、エントリーナンバー3番 K 様です。はい、釣れた場所多分おそらくこれ大曲がりだと思うんですよ。前回大曲がりでね釣ってるんで、ね、でヒットルアーは竿のね映ってると思うんですけど、多分なんかメタルジグかなんかなんですよね。でなんでこれ竿こうなってるかって、これ竿折れてるんですよ。実はポッキリいってるんです。これポッキリヒラメ釣ったことより竿折ったっていうことの方が多分あれだと思うんですけども、はい、ヒラメかかりました。あげようと思ったら海藻も一緒についてきたらしいんですよ。それをね無理やりあげちゃったらしいんですよ。そしたら海藻と一緒にヒラメ引っ張ったらもうボッキリいったと。はい、ヒラメ釣った大将が竿を折ったというね、非常に悲しい、はい、エピソードでね、ちょっとこれはさすがにね紹介しないとねかわいそうかなということでねご紹介させていただきましたけど、ポッキリいっちゃったそうです。はい、ということでね、ヒラメを釣った代償がでかかったという、まあ、そんなエピソードでございます。はい、ね、はい、それでは続いてね間違ってヒラメを釣ってしまった人、はい、ご紹介しましょう。はい、どうぞ。はい、我らが万事会特攻隊長、久しぶりに出てきましたね。カメラを回すと釣らない男ね、一人で言えば釣っちゃうんですよ、長田さんですよ。はい、釣った場所東北の砂浜だってバカにしてんのかこの野郎って、おめえ行くとこ大体千中県なんじゃないかこの野郎ね、はい、東北の砂浜だそうです。はい、まあ、俺今ちょっとヒント言ったっすけど、多分南の方ですよ。はい、でね、こう珍しいちょっとルアーで釣ったんですけども、これダイワのオーバードライブね、はい、プラムで釣りましたね。まあ本当にみんながねやっぱワームだメッチングだっていうところ、これをねちょっとオーバードライブ結構マニアックだと思うんですよね。うん、オーバードライブ長田氏以外で使ってるの多分この3くらいじゃないかな。まあとりあえずね、あんまりまあ俺も使ったことないですからね、うん、去年だっけかな出たのオーバードライブって、まあ、とりあえずねこのオーバードライブで、うん、釣ったっていうことで、まあ長田氏本人もねこのオーバードライブでねヒラメの釣果を上げたことをすごい喜んでましたね。はい、でこのリップのところがなんかね、シマノのウィングビームみたいな感じなんですよね。うん、まだ俺も使ったことないからどういう動きするのかちょっとあれですけど、うん、まあ、とりあえずね47センチ長田氏おめでとうございます。ね、ちょっとね仕事がね休みが合わなくてなかなか一緒に釣り行けないんですよ。うん、ね、ちょっと最近出番すぐないですけど、まあねリモートでね、まあ、映ってくれたんでよかったんじゃないかなということで ね一緒に日本から行きたかったんですけどね、仕事で休み合わなくて行けなくて、長田氏が来ればね本当に全員参加でね日本から行けたんですけど、うん、はい、ということで、もう一人じゃあ行きましょうか。間違ってヒラメ釣ってしまったよっていう、はい、どうぞ。はい、もう一人の万事会青いシャロースター岩間さんですよ。見てくださいこのドヤ顔、どこぞの誰かさんの真似ですよこれ。もうあえてちょっと名前伏せますけども、はい、ということでね、もうバディワークス文字ですよね。もうバディワークスの名前出したら誰かって分かるっすよ、この撮り方も。はい、ということでね、救急ヘッドで仙台サフで、はい、ということでね、なかなか釣れない仙台サフでしっかり超過出すのは岩間さんくらいですよ。はい、我々万事会仙台サフはもうあれです、もう北が南に、はい、もう行きますよ。もう仙台サフはなかなかちょっと私もね、もう最近ちょっと遠のいてるんで、あと仙台サフ最近超過あんまり来ないよな。本当にスターさんくらいじゃねえか。あとみんな本当に南だ北だって形なんで。そんな中仙台サーフですよ、さすがですよね、もう、我らが岩間さんでございますよ。ということで、ね、今回はね、マンモチだっつってのにヒラメ釣ったから紹介してくれと移り代替わりが3人、はい、送ってきました。1人はね竿を折ったっていうね、悲劇までね、エピソードつけてきましたから、はい、ということで、こういう形でございます。パン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 とね紹介しただけで24分ですよ。はい、ということでね、かなり普
通の動画より、超過速報の方がね、時間が長いっていう、はい、とんでもない、あれですよ、担任の超過でね、ネタにする、はい、そんなクソ企画でございます。はい、ということで、もう1時40分だ、もう眠くなってきて、もう、とりあえず風も強いんで、今日はちょっと寝て、阿武隈に行こうかなと思ったんですけど、やめときましょう。なんか、風がものすごいことになりそうですね。もう寝ないで行ったら絶対決まりそうなんで。はい。ということですよ。もうダメだ。もう言葉がもう働かないです。頭がもう脳みそが。はい。ということで今日はもう終わりにします。はい。ということでね、なかなか紹介の方がね、ちょっと仕事忙しくてね、ちょっと遅くなってしまいましたけども、まとめてね、はい、ご紹介の方をさせていただきました。それでね、今皆様にステッカー欲しい方にね、ステッカー今お送りしますよっていう形でエントリーされた方々にね、はい、一人一人聞いてる状態で欲しいですよって方ちょっといらっしゃるんで、一応ステッカーの方が自分今発注かけてる状態で自分のところに30日に届く予定です。それで、30日に届いてから皆様の方に郵送する形になりますので、多分お手元にステッカーが届くのがちょっと6月、1日からそれ行こうかなという形だと思いますので、ちょっとねステッカーなかなか届かないよと思うね、ちょっと思ってらっしゃる方はちょっと6月1日に届くっていうような認識でいいんではないかなというふうに、はい、思いますので、一応ね、ステッカー自体は一応5月30日分のところ届いて、それ以降のね発送という形になりますので、はい、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回は、ひらめを合わせて、17、18、そのくらいの方のね、はい、超過の方をね、ご紹介させていただきました。かなり人数がいたんでね、もし紹介漏れなんかありましたらおっしゃってください。自分紹介されてませんよという方、はい、その際はねスーツ着て紹介をされたことに対してのね謝罪会見をしたいと思いますよ、次回の動画でね。はい。ね。もう、こんだけ人数多くてね、マンゴチだとバンバン来るんですよ。もう二度とマンゴチのリモートなんかやりません。ヒラメだけで十分です。はい。ということで、そんな感じですね。はい。もう、ダメだ。眠い。なるほどでした。はい、ゆうたです。リモート第4弾5月16日から5月30日までゆうた杯マゴチカップやります。